臓器提供者の記念日。オランダ、ナールデン臓器提供とは、生前の本人の意思、または、死後に、家族の承諾を得て、合法的にその人の臓器を摘出して、別の人へ移植できるようにする一連の手続きのことで、ある。一般に、臓器提供する側を、ドナー、臓器移植される側を、レシピエントと呼ぶ。日本では、 脳死後あるいは心臓が停止した死後であれば、15歳未満の人でも臓器提供が可能である。研究を目的とする臓器提供もあるが、一般的には健康で移植可能な臓器や組織を他の人に移植するために提供がなされる。一般的な移植には、腎臓、心臓、肝臓,膵臓、腸、肺、骨、骨髄、皮膚。 角膜などが含まれる。腎臓や肝臓の一部、膵臓の一部、肺の一部腸の一部など、一部の臓器や組織は、生体ドナーから提供可能であるが、大半の提供はドナーが死亡した後に行われる。2017年で、スペインは100万人あたり46.9件と、ドナー率が世界で最も高く、ついで、ポルトガル、ベルギー、クロアチア、 アメリカ合衆国となっている。同年の日本におけるドナー率は100万人あたり0.9件である。2019年2月2日時点でアメリカでは12万人が救命臓器移植を待っており、そのうち 74, 7万4897人がドナーを待ち望む能動的候補者である。臓器提供という考え方には肯定的であるものの、 臓器提供を待ち望む人たちと比較して、ドナー登録者の数には、世界規模で大きな隔たりがある。臓器ドナーは、一般的に、その提供時には死亡しているが、生体の場合もある。生体ドナーの場合、臓器提供では通常だと、その提供前に幅広い試験が行われ、そこではドナーになるだろう人物が、提供について理解した上での同意なのか否かを、 判断する、心理的評価もある。提供の当日、ドナーとレシピエントは、他の手術を受けるのと同じように病院に到着する。ドナーが、死亡者の場合の手続きは、その当人が間違いなく死亡したと検証することから、始まり、臓器提供が可能か否かを判断し、使用可能な臓器の提供について、同意を得る。通常、当人が、 死亡済みになるまで何もしないが、存命中で死が避けられない場合は、同意についての確認をとり、一致するレシピエントを見つける手助けになるよう直前に、いくつかの簡単な医療検査を行うことができる。死亡検証は、一般的に、その患者の救命作業に、これまで関わっていない、脳機能を専門とする神経会によって行われる。 医師がいかなるわずかな存命の兆候をも見落とすことがないよう、死亡検証は複数回行われることが多い。死亡後、臓器を良好な状態に保つために、病院は人工呼吸器で体を維持したり、他の手段を取る場合もある。ドナーとその家族には、この提供に関連する費用が請求されることはない。どの臓器が提供されるかによって、 手術工程は様々である。外科医が臓器を摘出した後、それは可能な限り迅速にレシピエントの元に運ばれ、すぐに移植が行われる。大半の臓器は、体外で生命活動できるのが数時間だけなので、通常は同じ地域にいるレシピエントが選ばれる。死亡者ドナーに関しては、臓器が摘出された後、 一般的には体を可能な限り通常の外観に復元して、その遺族が葬儀を取り行うことになる。理想的なドナー管理の目標とされる主要10項目肺は、損傷に対して非常に脆弱であるため保存するのが最も困難であり、提供された臓器のうち利用されるのはわずか15から25%である。 推奨される管理には、急性呼吸吸迫症候群の目標値が含まれる。具体的には、低い一回換気量換気、低フェオニ、そして比較的高い呼吸終末陽圧。動脈血酸素分圧は、臓器提供に備えて300以上、及び、または、吸入酸素濃度が100%かつ、終末呼吸用圧が 5cmH2O の時に、 パオニが300以上でなくてはならない。テーパオニやテーフェオニが常に除外されるとは限らないが、これが目標値である。移植に成功した最初の臓器生態ドナーは、1954年に腎臓を一卵性ソーセージの兄弟に提供したロナルドリー・ヘーリックだった。同移植を成功させた外科医、ジョセフ・マレーは、 臓器移植の発展に貢献したことで1990年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。最年少の臓器ドナーは2015年生まれの無能症の緑後でわずか100分間しか生きられなかったが自身の腎臓を腎不全を患う成人に提供した。最高齢の臓器ドナーは107歳のスコットランド人女性で2016年に死去した後に 角膜が提供された。最高齢の内臓のドナーは92歳のテキサス人男性で、彼が脳出血で死亡した後に家族が肝臓を提供することを選択した。最高齢の立体的臓器ドナーは85歳のイギリス人女性で、彼女は2014年に移植を受ける必要がある人の数を聞いた後、面識のない人に腎臓を提供した。 研究者は、人の体児の腎臓を無人のラットに移植する新たな方法を開発して、人の体児の臓器移植を妨げる重大な障害を克服することに成功した。人の体児の腎臓は、ラット内で成長と機能のどちらも権限した。多くの脳障害に対する治療法は未知であるため、 健康な脳組織の科学的理解を改善することで、新たな治療法を見つけようと試みる研究には、高い優先順位が与えられている。ここでは、調査を徹底するにあたり、比較として研究中の疾患を患った、経験のない人々から採取した脳組織に接触することが重要である。これら疾患影響を受けていない組織は、対象群組織として知られている。 2017年初頭に BBC の映像による短い呼びかけが公開された。各国の臓器、提供指針オプトアウト方式オプトイン方式様々な国家の法律がドナーになり得る人物に提供を承諾ないし拒否させたり、親族にこの選択を与えている。提供の頻度は国によって様々である。同意という用語は一般的に 原則及び規制の合意を遵守する題目だと定義される。ただし、主に対象者が死亡、または精神障害のため承諾不能との理由から、臓器提供の話題に関して、その定義を実行することは難しい。確認される同意には、明示的同意と推定的同意の2タイプがある。前者の明示的同意は、 国によってまちまちだがドナーが適切な登録を通じて直接同意することで成立する。当社の推定的同意ではドナーまたは近親者からの直接の同意を必要としない。推定的同意は承諾が求められた時点でドナーとなり得る本人から提供が許可されたとみなすというものである。ドナーになり得る人のうち25%の家族が 愛する人の臓器提供を拒否していると推定されている。オプトインとオプトアウト医学が進歩するにつれて臓器ドナーに救われる人の数は増え続けている。新たな技術と手術により命を救う機会が増えるにつれて臓器ドナーに対する需要は実際のドナー数よりも早く増加している。個人の自主性をもんじて死後の遺体取り扱いに関しては 自発的な同意がなされている必要がある。自発的同意を決定づける方法は、主に二つあり、それが、オプトインとオプトアウトである。オプトアウトまたは、推定的同意というシステムに関しては、当人が死去した時に臓器を医療用途に提供する、意向があるとみなされる。オプトアウトで、法整備したシステムは、デフォルト効果の期欠として、 提供への有効な同意率を劇的に増加させる。例えば、オプトインシステムを採用するドイツでは、臓器提供の同意率が、人口の12%であるのに対し、文化経済の発展がよく似ていながら、オプトアウトシステムを採用するオーストリアでは、その同意率が99.98%である。皆氏同意として知られる、オプトアウトの同意は、大多数の人が、 臓器提供を支援するという概念を指すものだが、たとえ彼らが死亡時に臓器を提供したいとしても実際の登録段階を踏んでいないため、実際に登録されているのは人口のごく少数割合に過ぎない。これはオプトアウトシステムにて解決可能で提供に同意しない人だけが提供拒費リストに登録する必要があるようにすれば、より多くの人がドナーとして登録される。 この理由から、ウェールズなどの国では、ソフトオプトアウトの同意を採用しており、もしも市民が登録の決断を明確にしていない場合、彼らは、登録市民として扱われて、臓器提供をプロセスに参加することになる。オプトインの同意は、臓器提供に、参加の登録がなされた人だけの同意プロセスを指す。現在は、日本やアメリカ合衆国などが、 オプトインのシステムであるが、オプトアウト方式を備えた国はより多くの臓器提供を活用できるためより多くの人命が救われていると複数の研究調査が示している。現在のオプトイン同意の指針では臓器提供登録にも通じる文書化された何らかのものがない限り、個人は死亡時に臓器ドナーにならないというのが前提である。臓器ドナーになるための登録は 個人の思想態度に大きく依存する。肯定的な見解の人は、臓器提供に利他的な感覚を感じることもあるだろうが、他方で登録された臓器ドナーの命を救うために、医師が懸命に処置をするのか信頼できないといった、否定的な見解を持つ人もいる。オプトアウトの推定的同意システムに関する、 一般的な懸念をいくつか挙げると、新しいシステムに対する、社会学的な恐怖、倫理的な異論、感情的な部分、そして提供の不承諾を決定した人に関する、拒否登録簿の管理不安などがある。この他提供に対する選択の自由を損ねるといった、意見や現存する、宗教的信念との対立といった懸念も存在する。いくつか懸念はあるものの、 アメリカにおける臓器提供の承認率は95%である。このレベルの全国的な受け入れなら、推定的同意への方針転換が一部の臓器、不足問題の解決に有用な環境を育てる可能性もあり、その場合は個人が不承諾を希望すると文書化しない限り臓器ドナーになる意思があると想定されるが、この意向も尊重される必要がある。 公共政策、文化的側面、インフラ、その他の要因により、推定的同意のオプトアウトモデルが、必ずしも、効果的な提供率の増加に、直接つながるわけではない。イギリスには、臓器提供に参加するのに、立ち会い人、または保護者の同意が必要であるなど、臓器提供プロセスに関する、違った法律や指針がいくつかある。東方神は、 保健省によって協議されている。効果的な臓器提供の観点から、オーストラリアなど一部のシステムでは、家族が同意ないし拒否を出す必要があり、ドナー当人が同意した場合でも覆らずに、不承認となる場合がある。スペイン、クロアチア、ベルギーなど、オプトアウト方式を備えた、いくつかの国では、ドナー率が高いが、このシステムでも、ギリシャなどは、 ドナー率が低いままである。スペイン国立移植機構の会長は1990年代から始まったスペインの法整備アプローチがドナー率増加に成功した主な理由ではないとの認識である。推定的同意での提供システム採用で成功しているスペインの例を見ると家族が提供に関して協議を行うま集中治療室には ドナーとなり得る人物の認識を最大限にして各臓器を維持するのに十分なだけの意思をつけておく必要がある。スペインの推定的同意モデルの成功を可能にしている特徴は移植コーディネーターの要因数とされる。効率的な臓器調達に正当性を与えるべくオプトアウト提供が実施されている各病院に最低一人は移植コーディネーターの常勤が 推奨されている。オプトアウト、または、推定的同意の提供システムを成功させるには、世論が不可欠である。健康に関する、オプトアウトシステムへの方針転換が、ドナー増加の手助けとなるのかを判定するために、行われた研究では、何らかの形のオプトイン方式から、オプトアウト方式に、 方針転換変更した国で20%から30%の増加が確認された。もちろん、この増加が健康政策の転換と大いに関係があるのは間違いないが、ドナー増加に影響を与えうる他の要因の影響も受けているかもしれない。ドナー優先権規則として知られるドナーの意志を組んだ一色優先権は新しい方法ながら、 オプトイン方式において高い提供率を奨励する目的で優先度システムに肥料基準を組み入れた最初のものである。最初にイスラエルで導入された同規則は臓器を必要とする個人がレシピエントのリスト上位に移動できるようにしたものである。リスト上位への移動には臓器提供が必要になる前に個々のオプトインが行われているという条件付きである。 この方針は以前に臓器ドナーとして登録した個人の場合や家族が以前に臓器提供している人の場合は他の移植可能なレシピエントよりも優先して臓器移植が受けられるよう肥料基準を適用するものであるリスト上位に移動する前に双方のレシピエントが同じ医療ニーズであることを確認する必要があるオプトイン方式においてはこうしたインセンティブが 提供率を高めるのに有用であるが、提供に関して推定的同意がデフォルトとなる、オプトアウトほどは成功していない。アルゼンチン2005年11月30日、国民議会は、臓器提供における、オプトアウトの方針を導入した。18歳以上の人は、本人、または、家族が拒否を主張しない限り全員が、臓器ドナーとなる。 この立法は2005年12月22日に法律26,066として交付された。2018年7月4日、国民議会は家族要件を削除する法律を可決し、拒否を主張できる人物を臓器ドナー本人だけとした。それは2018年7月26日に法律27,447として交付された。 ブラジルスポルチレシフェによるキャンペーンが、ブラジル北東部での臓器待機リストをほぼゼロにさせた。ブラジルの法律によると、家族が最終的な権限を有するものの、臓器提供意思表示カードの発行とその後続いた、議論がその手順を簡略化した。チリ2010年1月6日、法律2413が交付されて、臓器提供における、 オプトアウトの方針が導入された。この国では、本人が拒否を主張しない限り、18歳以上の人全員が臓器ドナーとなる。コロンビア2016年8月4日、共和国議会は、法律1805を可決し、本人が拒否を主張しない限り、すべての人が臓器ドナーとなる、臓器提供におけるオプトアウトの方針を導入した。 この法律は2017年2月4日に施行された。3つの国際的な欧州臓器提供協会の範囲を示す地図。バルトトランスプラントユーロトランスプラントスカンジナビア、トランスプラント、欧州連合域内では、臓器提供は加盟国によって規制されている。2010年現在、欧州24カ国には何らかの形の推定的、同意システムがあり。 スペイン、オーストリア、ベルギーには高いドナー率を生み出す最も著名なオプトアウトシステムがある。スペインは2017年に人口100万人あたり46.9件という世界で最も高いドナー率だった。これはスペインの医療システムに複数の要因、具体的にはドナーとなり得る人物の特定及び早期紹介、ドナーの基準拡大。 新停死後の移植に関する標準化された枠組み等があったためである。イングランドでは臓器提供は任意であり、同意は推定的ではない。死後に臓器を提供したい人が国立データベースの臓器提供登録簿を使用できる。ウェールズ政府は2013年7月に推定同意を採用した最初のイギリス構成国となった。 ウェールズでは2015年12月1日に、オプトアウトの臓器提供手法が実施され、ドナーの数量が25%増加すると想定されている。2008年にイギリスは他国での成功や英国臓器ドナーの深刻な不足を踏まえて、オプトアウト方式に切り替えるか否かを検討した。イタリアでは、オプトアウト方式を適切に規定した1999年の 法律があるにもかかわらず、個人が生存中に提供への許可も拒否もしなかった場合には、親族がその当人に代わって決定を下している。2008年、欧州での臓器提供を促進するために EU 臓器ドナーカードを導入する取り組みに、欧州議会は圧倒的多数で評決した。ラントシュトゥール地域医療センターは、 ドイツ全域で最も活動的な臓器提供病院の一つとなっており、とは言ってもユーロトランスプラントの臓器ネットワークでは臓器提供参加率が最も低いものの一つである。アメリカ国外では最大の米軍病院 LRMC は多くのドイツ国内病院に比べてベッド数が比較的少ないにもかかわらずラインラント・オプファルツ州で 臓器提供トップの病院の一つである。ドイツの臓器移植機構ドイチェ・シュティフトン・オルガントランスプランテーションによると、LRMC で死亡した34人の米軍隊員は、2005から2010年の間に合計142の臓器を提供した。LRMC で死亡した12人の米軍隊員のうち10人がドナーであり、合計45の臓器を提供した。 フランクフルトやマインツの大都市を含む DSO の中央地域にある205の病院のうち2010年に LRMC よりも臓器ドナーが多かったのは6病院だけだった。スコットランドは個人の同意の代わりに臓器を提供する権限を付与する人体、組織管理局の実務規定に従っている。これは癌位の矛盾を回避するのに有用でいくつかの要件が含まれる。 臓器提供に参加するためには、臓器ドナー登録簿にリスト掲載される必要がある。仮に対象者が同意を提供できず、踊るに乗っていない場合、法定公権人や家族などの代理人は、人体組織管理局の実務規定に従って、主任承認と一緒に対象者の臓器提供に法的同意を与えることができる。配偶者、家族、 親族からの同意や拒否は対象者ができない場合に必要となる。オーストリアはオプトアウトの同意プロセスに参加しており、死亡時のデフォルト選択が臓器提供となる法律がある。この場合、市民は臓器提供を明示的に辞退する必要がある。これらのいわゆるオプトアウト国家では人々の90%以上が臓器を提供している。 しかし、アメリカやドイツなどの国では、死亡時に臓器を提供したいのなら、明示的に選ぶ必要がある。これらオプトイン国家では、死亡時に臓器を提供する人は15%未満である。2017年5月、アイルランドは、臓器提供に、オプトアウト方式を導入するプロセスを開始した。サイモン・ハリース保健大臣は2017年末までに、 人組織法案が可決されることへの期待を外設したこの法案は推定的同意のシステムを導入するものである。意思能力法はイギリスで臓器提供のために実施されているもう一つの法的方針である。この法律は患者の意思能力を定めるのに医療専門家によって使用される。この法律は患者がそれを成し得る能力がないときに医療専門家は 患者の最善利益になる行動を取るべきだと要求するものである。英国2015年以降、ウェールズはオプトアウトの臓器提供登録となっている。2020年からイングランドはマックスワンドキーラ法としても知られる臓器提供法を導入する予定であるスコットランドもまたオプトアウトの臓器提供者登録への移行が期待されている。 英国王室属領のジャージーは2019年7月1日にオプトアウト登録に移管した。インドインドにはだいぶ発展した角膜の提供をプログラムがある。ただし、脳死後の提供は比較的遅めの取り組みである。インドで行われる移植の大半は生体移植となっている。臓器商売を抑制して脳死後の提供を促進するため、 政府は1994年に人体臓器移植法と呼ばれる法律を制定し、これはインドの臓器提供及び移植の現場に大きな変化をもたらした。インドの多くの州がこの法律を採用し、2011年には法律のさらなる改正が行われた。同法律がありながらも、インドでは臓器取引の邪道な例があり、これらはマスコミで広く報道されている。 この結果として2011年に法律がさらに改正された。インドでは脳死後の提供が遅めに始まり、2012年が同プログラムにとって最高の年だった。2013年はインドでの死後臓器提供にとって最高の年となった。310人の臓器ドナーから合計845の臓器が回収され、 人口100万人あたり0.26の全国臓器提供率になった。モハン財団と呼ばれる非政府組織の取り組みを通して、タミル・ナード州は2000年に、いくつかの病院間で臓器共有ネットワークを開始した。この取り組みは、アーンドラ・プラデーシュ州をはじめインドの各州に伝わって、類似の共有ネットワークを作ることになった。これらは、 結果的に提供率の大幅な増加をもたらし、タミル・ナード州は人口100万人あたり1.15と国内で提供率トップとなった。2012年には他の各州でも死後の提供及び移植の数が頻繁に行われるようになり、オンラインでの臓器共有登録簿が使用されている。一方で国家レベルの組織として国立臓器組織移植機構があり、 これは、インド政府の保健家族福祉省の下部に設立された、唯一の公的機関である。インドでは、患者の命を救うために提供できる臓器が、腎臓、肝臓、心臓、肺、膵臓、腸の6種類である。遅まきながら、インドでも、子宮移植が開始されているが、人体臓器移植法によると子宮は、救命の臓器とはされていない。イラン・イランは、 移植臓器の不足を解消した唯一の国であり、イランだけが臓器提供に対して実用的な法的支払いシステムを有している。また、臓器取引が合法となっている唯一の国でもある。そのシステムが機能する方法は、患者に存命の親族がいなかったり、死亡ドナーから臓器をあり当てられていない場合に、非営利の透析。 移植患者協会に申請することである。同協会は潜在的なドナーを確立して、これらドナーは、ダッ破ッパー協会に所属していない、移植医師によって評価される。政府はドナーに1200ドルの保証金を提供し、1年限定の健康保険でドナーを支援する。さらに、ダットッパーを通じて、腎臓のレシピエントは2300から4500ドルを、 ドナーに支払う。重要なこととして、関与する医療及び外科チームや、仲介者が支払いを受けることは違法である。事前提供は、支払い能力のないレシピエントに対して、ドナーが行う。イランのシステムは1988年に始まり、1999年までに、人造の不足を解消した。このシステムの確立1年目のうちに、移植の数はほぼ倍増し、 そのうち80%近くが存命中の非近親者からだった。ノーベル賞受賞の経済学者、ゲイリー・ベッカーは、生体ドナーへの1万5000ドルの支払いが、アメリカにおける腎臓不足を緩和するだろうと推算した。イスラエル2008年より、イスラエルでは、臓器ドナーカードに署名することで、署名者には、潜在的な医学的利得がある。二人の患者が、 臓器提供を必要とし、かつ同じ医療ニーズがある場合、臓器提供カードに署名した患者が優先されるというものである。2008年以降、イスラエルの臓器提供は増加した。日本日本では臓器提供の割合が西洋諸国よりも著しく低い。これは文化的理由や西洋医学へのある種の不信、そして議論を呼んだ1968年の 心臓移植などが原因であり、30年にわたる心臓移植の禁止を引き起こした。日本の臓器提供は1997年の臓器の移植に関する法律によって規定されており、同法律は脳死したドナーからの合法的な臓器調達を定義している。スリランカ・スリランカにおける臓器提供は1987年の人体組織、 移植法48号によって批准された。1961年に設立された、非政府組織のスリランカ眼球提供ソサエティは、57、各国の患者に6万兆の移植用角膜を提供している。世界に、人の眼球を提供する主要な供給者の一つで、年間約3000の角膜を供給している。ニュージーランド・ニュージーランドの法律は、 利他的な臓器提供にのみ生体ドナーの参加を許可している。2013年には生体ドナーによる肝臓提供が3件、生体ドナーによる腎臓提供が58件あった。ニュージーランドは生体ドナー率が低く、これは臓器に対して誰かに支払うことが違法であるという事実が理由であった可能性がある。2008年の人体組織法は、 人組織の取引を禁止と規定しており、最高5万ドルの罰金、または最高1年の懲役に処せられる。また、ニュージーランドの法律は、個人からの臓器提供も許可している。2013年には、36人の死亡者から臓器が採取された。ニュージーランドで、運転免許証を申請する人は、全員が提供できる状況で死亡した場合に、 ドナーになりたいか否かを指定する。この質問は、申請を処理するために回答することが求められ、はいまたはいいえで、各個人が回答する必要があり、回答しないままという選択肢は存在しない。ただし、ドナーになるか否かを、運転免許証の申請時に、あらゆる個人が十分な情報に基づいて、決定を下せるとは限らないため、運転免許証にある回答が、 インフォームドコンセントとなるわけではなく、そのため提供が実施されるか否かの決定的要因ではない。あくまで本人の希望を示したものであり、家族が提供の実施手続きに同意する必要がある。2006年の法案では、臓器提供のインフォームドコンセントたり得る、法的拘束力のある希望を、人々が明確に主張できる臓器提供登録簿の設置が提案された。 しかしこの法案は可決されず、一部の医師からは同法案に非難の声が上がった。彼らは当人が臓器提供の実施に明確な同意を与えた場合であっても、悲嘆に暮れる遺族から意見の不一致があった場合には、この手続きを実行しないつもりだと主張した。ニュージーランドの先住民も臓器提供に関して強い意見を持っている。マウリの人々の多くは、 死体を全く傷つけずに置く文化的必要性のため、臓器提供は倫理的に受け入れられないと考えている。ただし、マウリの人々に普遍的に受け入れられている臓器提供の見解はない。彼らは、投石を受けている人口比率がかなり高いにもかかわらず、他のニュージーランド人よりも人移植を受け入れる可能性は低い。カナダ2001年。 カナダ政府は、臓器提供と移植に関する活動を、厚生事務次官に助言する評議会の設立を発表した。ケベック州を除く全ての州と準州の厚生次官が、同評議会の責任をカナダ血液サービスに移すことを決定した。ケベック州は、トランスプラントクイベックという団体が、臓器提供を全て管理することにした。 2017年に完了した移植の過半数は腎臓移植だった。これは腎臓に関してカナダには移植候補者が国中にいる生体ドナー全員と適合を行うプログラムがあるためである。それはまた移植を待つ匿名患者のために個人が生体ドナーになる機会を与えている。2017年末時点で 移植待機リストには4333人の患者がいて、多臓器移植を含む合計2979件の移植が実施された。一方で、毎年平均250人のカナダ人が移植臓器を待ってる間に死亡している。カナダでは州によって臓器提供やドナーになるための同意方式が異なる。例えば、ニューファンドランドラブラドール州では、 保険証更新の際に提供の意思を示すオプトイン方式で登録が行われるが、オンタリオ州など登録に年齢的な制限を設けている州もある。一方、ノバスコシア州は居住者が拒否しない限り自動的に臓器提供になるオプトアウト方式を導入した北米初の自治体である。アメリカ合衆国臓器を必要とする12万1000人以上が、 アメリカ政府の待機リストに掲載されている。毎年平均でわずか3万件の移植しか行われていないため、アメリカ内におけるこの危機は急速に拡大している。ドナー臓器の欠如により、毎年8000人以上が死亡し、これは1日平均22人が死亡していることになる。 1988年から2006年の間に移植件数は倍増したが、臓器を待つ患者数は6倍にも増加した。適した臓器を有するすべての人が提供を決断した場合、提供される臓器の数は倍増すると推定されている。過去には臓器の必要性を減らす試みとして推定的同意が議論された。 1987年の統一死体提供法が、いくつかの州で採択され、死体の臓器や組織を提供できるか否かを観察医が判断できるようになった。1980年代までに、いくつかの州が特定の組織や臓器のみを採取及び、提供できるようにする、様々な法律を採用し、一部では全てを許可し、またある一部では、 家族の同意なしにはできないようにした。同法律が改正された2006年に、推定的同意の概念は放棄された。なお、改正後の統一主体提供法は、アメリカ50州のうち46州で採択されている。現在のアメリカでは、家族、または、ドナー自身の同意がある場合にのみ、臓器提供が実施される。 経済学者のアレックス・スタバロックによると、臓器不足は、いわゆる拡張基準臓器、または移植に適さないとみなされた臓器の使用を増加させた。メリーランド大学の医学部で、腎臓移植を受けた5人の患者は、除去する必要があった、眼性内視療性の腫瘍を発症した。外科医局長のマイケル・フェラン博士は、臓器ドナーからの臓器不足が進行中で、 移植を待っている間に死亡する危険性が高いため5人のドナーとレシピエントに手術の後押しを促したと説明したアメリカ人臓基金などいくつかの団体はアメリカにおけるオプトアウトの臓器提供を推進している肺の移植拒絶反応義務論の問題とは人が行動を起こすだけの倫理的義務または 倫理的責任を持っているか否かに関する諸問題である。世界中のほぼ全ての学識者及び社会は、臓器を自発的に病人に提供することは、倫理的に許容されるとして賛同している。ただし、ほぼ全ての学識者が臓器提供を奨励してはいるものの、全ての人が死後に臓器提供することが、倫理的に必要とされると考える学者は、 少数になっている。同じく、ほぼすべての宗教が、地域社会への多大な利益となる、事前活動として、自発的な臓器提供を支持しているが、ロマのように宗教的背景で、臓器提供に反対する小集団も、わずかに存在する。患者の自主性、遺言、貢献をめぐる問題が、自発に沿わない、臓器提供をほぼ不可能にさせている。 義務論的な倫理の観点から臓器提供の道徳を取り巻く主な問題は自然と意味論になっている。生命、死、人間、身体の定義に関する議論が進行中である。例えば、提供目的で臓器を保存するために脳死患者を人工的に生かしておくべきか否かは臨床生命倫理学で現在進行中の問題である。このほか臓器が 自発的に提供された場合でも、臓器提供は、自傷行為に当たると主張する人も、若干いる。さらに、レシピエントと同一遺伝子型の臓器を作り出すために、クローンを使用するのは、臓器調達のために破壊されるという明確な目的でご対、満足な人が連れてこられる可能性を特に考慮すると、議論の余地がある話題である。 こうしたクローン臓器の利点は移植拒絶反応が一切起きないことであるが、クローン喪失と殺害に伴う倫理的問題が、これらの利点よりも重いものとなる可能性もある。しかし、ES 細胞や IPS 細胞を用いることで、クローンの人間を作らずとも、新しい臓器を成長させることが可能になりつつある。比較的新しい移植分野が、この議論を、 活発化させている一種移植、または、動物の臓器を人体に移植することは、多くの倫理的問題を排除できる一方で、多くの独自な問題を生み出すことになる。一種移植は、臓器の供給をかなり増やすことが約束されるが、臓器の移植拒絶反応の恐れや、動物人化移植の危険性、またこのアイデアに対する、一般的な禁忌も伴うだろう。 一部の動物権利団体は、臓器提供のために動物が犠牲になることに反対し、それらを禁止するキャンペーンを始めている。目的論や功利主義を土台に、臓器提供の闇市場の道徳的地位は、手段よりも目的に居居している。臓器を提供する者は貧困に陥っていることが多く、闇市場の臓器を買う余裕がある者は、 一般的に不運層という構図がある限り、同取引には不均衡があると思われる。多くの場合、臓器を必要とする人は合法的な臓器待機リストに無期限で掲載されるが、その多くが待機リストにいる間に死去してしまう。社会的観点からも臓器提供が気球に重要な生命倫理問題になっている。大半の先進国には臓器移植を管理する。 法体系があるものの、需要が供給をはるかに上回っているというのが、実情である。その結果、しばしば海外渡航移植と呼ばれる闇市場の傾向も、増加している。この問題は難儀であり、物議を醸している。一方で、臓器を変える余裕のある人たちが臓器を売るよりない、人たちを搾取していると主張する者も,もいる。その多くが、これは、 金持ちと貧乏人の間で格差が拡大している結果だと指摘している。その一方で、他に、どうしようもない人は自分の臓器を売ることを許されるべきで、彼らがそうするのを阻むことは貧困という彼らの地位を単に促進させているに過ぎないと主張する者も,もいる。この他、臓器売買の支持者の中には死に比べれば、搾取は、 道徳的にマシだとして、一方で正義の抽象的概念があって他方に、救命可能な品種の人がいるという選択がある限り、臓器売買は合法化されて叱るべきという思考の持ち主もいる。ところが、術後及び手術後5年のうちに、生体ドナー間で実施された調査では、ドナーの大部分が非常に後悔していて、 提供手術をさらに行う機会を与えられても自分はもうやらないと述べていることが示された。さらに調査に参加した者の多くが術後に経済状態が決定的に悪化したと報告した。これらの研究調査はすでに臓器販売が合法の国で人造を売った人々のみに着目したものである。臓器の闇市場の帰結としては臓器窃盗目的の殺人を含む 臓器窃盗が疑われる事案の多発を引き起こしている。合法的な臓器市場の支持者は、現在の闇市場売買の性質がそうした悲劇を許しており、市場を正規にすることで悲劇を防ぐことが可能だという。反対者は、そのような市場は盗まれた臓器が合法だと主張するのを容易にさせてしまい犯罪者を蔓延させてしまうと述べている。 臓器売買の合法化はそれ、自体への正義感も芽生えるという。闇市場売買を続けていると、需要側に、さらなる格差が生まれてしまい、金持ちだけがそうした臓器を買えるようになってしまう。国際的な臓器売買の合法化は、供給の増加や価格の低下をもたらし、最上位の富裕層以外の人々もそうした臓器を、購入できるようになる可能性がある。 一般的に作種の議論は、主に次の2分野から行われている。進化ニーバリズムとは、1998年に人類学者のナンシー・シェパー・アヒューズが、ニューインターナショナリスト氏に執筆した記事による造語である。実際の作種は、倫理上間違っており、人間による作種である、富裕層を延命するために使用されるかもしれない、臓器の資源として、 貧困層を認識しているというのが彼女の主張である。提供の増加につながる経済的振興はインドやアフリカ等の地域に限らずアメリカでも始まっている。葬儀費用の増加及び2000年代に実施された住宅や退職貯蓄といった投資の実質的価値の基礎と相まって葬儀費用が安くなったり無料になる特典を利用する。 市民が増えるるだろうと言われている脳死脳死は、結果的に法的な死をもたらすことになるが、心臓の拍動や、機械補助の呼吸があり、一定期間は、他のあらゆる重要な臓器が生きていて、機能を保持する。それなりに長い間、生物学的意味での完全な死には至らないものの、脳死を宣告された患者は、一般的に毒素や、老廃物を体内に蓄積し始めていく。 このまま行くと、凝固障害が原因で、最終的に多臓器が、機能不全になるか、いきなり機能不全に陥ることもある。そのため、通常だと臓器は、使用に耐えうる、一定期間までに限って維持可能であり、実行可能である。このことは、患者の維持状況、閉層に疾患、医療チームの技術、設備の質といった要因に左右される場合もある。 主な争点は、患者がまだ完全に生物学的に死んでいない場合に、移植を許可すべきか否か、脳死が許容されるとして、当人の脳全体が死んでいる必要があるか、脳の特定部の死で法的、倫理的、道徳的な目的のために、十分なのかという点である。臓器移植を目的とした、臓器提供の大半は、脳死の状況で実施される。ただし、日本では、 ここが争点で、ドナー希望者は脳死あるいは心臓死のいずれかを指定することになる。ベルギー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、フランスといった一部の国では、全員が自動的に臓器提供者になるが、シンガポール、ポルトガル、ポーランド、ニュージーランド、オランダなどの一部自治体ではこのシステムの事後、不承諾が認められている。それ以外の場所では、家族、 または、近親者の同意が、臓器提供に必要とされる。脳死とはいえ、生物学的に死んでいないドナーは、臓器が、外科的に切除されるまで、人工呼吸器のサポートが維持される。上述の国において脳死した個人が、臓器ドナーではない場合、人工呼吸器と薬物のサポートは中止されて、心臓死が起こることになる。日本では、1979年に、 心臓死移植に関する法律が整備され、家族の承諾があれば、死後の腎臓及び角膜の提供が認められるようになった。脳死移植については1997年に臓器の移植に関する法律が施行され、当人の希望意思が書面に残されていて、遺族の反対がなければ、脳死時点での臓器提供が可能となった。 この条件で行われた脳死の臓器提供は年間5件程度であったが2009年に法改正がなされ親族への優先提供や本人の意思が不明な時には家族の書面による承諾で脳死臓器提供が可能となり脳死提供の数は飛躍的に増加2011年以降は脳死での臓器提供が年間40件を超えて年々増加傾向にある とはいえ、他の先進国と比べて、日本の臓器提供率はだいぶ非常に低い水準であり、移植コーディネーターの質や人員の向上、臓器提供を行うための院内体制の整備、国民の意識を積極的にさせる啓発活動など、取り組むべき課題も多い。臓器ドナーの男女差に関して、日本では、小児の臓器提供データを見る限り、 男児36人に対し女児13人と性別では男が多数を占めている。ただし内閣府の臓器移植に関する世論調査で臓器提供医師カードの所持を尋ねたところ提供医師カードを所持しているのは男性7.7%に対し女性10.8%と女性の方が若干多かった。このことから将来的には 女性の臓器提供件数が増加していくものと思われる。臓器をどのようにレシピエントに割り当てるのかという点もまた物議を醸す課題となっている。例えば、再発の恐れがあるアルコール依存症に肝臓を与えるべきではないと考える人もいれば、アルコール依存症は糖尿病のような病状だとみなす人もいる。医療システムを信用することは、 臓器提供の成功にとって重要である。ブラジルはオプトアウト方式に切り替えたが、すでに国の医療システムに不信を抱いていた患者をさらに阻害したため、最終的にはその撤回を余儀なくされた。潤沢な資金、移植の天気改善を理解する強い政治的意志、専門的な訓練、介護、施設の存在も提供率を高める。 スペインで使っているような種の広範な法的定義も、臓器がまだ良好状態にある、早期段階で医師に患者の死亡宣告を下せるようにすることで、的確なドナーの貯蔵を増やしている。臓器に対する金銭払いを許可、または禁止することは、臓器の活用度に影響に影響を及ぼす。一般的に、臓器売買できない場合だと、品質や安全性は高いものの、 供給は需要に対して十分ではなくなる。臓器を購入できる場合だと供給量は増加する。イランは1988年に人造ドナーへの金銭払いシステムを採用し、11年以内に移植の待機リストをゼロにした世界唯一の国となった。A、エコノミスト神健康な人間には人造が2つあり、 生体ドナーが必要とする人に腎臓を提供することが可能な余剰臓器である。最も一般的な移植は近親者へのものだが人々は他の友人にも腎臓を提供している。最も稀なタイプの提供はドナーが見ず知らずの人に腎臓を提供する無思考の提供である。このような腎臓の提供は数百件に満たない。近年ではインターネットを通して 利他的なドナーを検索することも救命の臓器を見つける方法となっている。しかし、従来のリストを基本とする割り当てシステムを崩壊させてしまうと考える学識者もいるので、臓器に対するインターネット広告は非常に物議を醸す行動となる。スペインの国立移植機構は世界で最も成功している組織の一つである。それでも、 移植を必要とする人の10%が移植リスト掲載機関に死去しており、未だ需要を満たせてはいない。死体からの提供は匿名で通信と輸送のネットワークが国中での迅速な適質と移植を可能にしている。スペインの法律家では個人が明示的に拒否していた場合を除き、すべての死体が臓器提供可能となる。それでも遺族は 提供を中止できるので、訓練を受けた医師が慎重に許可を遺族を求めており、実際にはアメリカのシステムと非常によく似ている。圧倒的に多いケースとして、レシピエントの安全面、適合の不能、臓器状態といった理由で、臓器提供は不可能になってしまう。世界で最も臓器提供率が高いスペインでさえ、 実際には100万人あたりドナーはわずか35.1に過ぎず、待機リストには数百人の患者がいる。この比率はめったに家族が臓器提供を要求されないオーストリアやスペインと同じく推定的同意システムとなっているフランスと大差はない。アメリカでは囚人は臓器レシピエントとして一般人と同様に臓器移植の資格を有する。 囚人のヘルスケアを留保するのは残酷で異常な刑罰と1976年の最高裁判所で決心したためである。移植コーディネーター団体の全米臓器共有ネットワークは移植の適合性を判断する際に患者が受刑者かどうかを考慮しない。囚人が移植に選ばれた場合、コスト面を考慮してその囚人には早期の恩赦が降りることもある。 ドナーの臓器供給は少ないので、利用できる臓器よりも移植を待っている人の方が多い。囚人が臓器を受け取った場合、他の誰かが次の臓器を待っている間に死んでしまう可能性が高い。この倫理的ジレンマへの対応として、凶悪犯罪の経歴があり、他人の基本的人権を侵害した重罪者は、臓器移植を受ける権利を失うことになっているが、 無罪の人が5人で凶悪犯として収監され、臓器移植を拒否されてしまう可能性を最小限に抑えるため、司法制度を改革する必要性があるだろうとも述べられている。一般的に刑務所では、受刑者が家族以外に臓器を提供することを許可していないが、囚人の臓器提供を禁止する法律はない。ただし、感染症リスクの高い刑務所という環境への 懸念から、移植団体は1990年代初頭より、囚人の臓器を使うことを推奨していない。囚人の同意が、環境的に自由意志なのか、疑わしいとして、医師や、倫理学者も、批判的な考えである。とはいえ、感染症試験は進歩しているし、ドナー囚人に対する特典をなくすことで、臓器提供への自発的同意を取ることは可能だと。 主張する者も,も若干いる。アメリカ内だけで200万人を超える囚人が臓器不足を減らす解決策の一つになり得ると彼らは考えている。囚人の参加などわずかで何ら変化を生まないと主張する人もいるがアリゾナ州では臓器提供への自発的署名を促す取り組みを行っており2015年時点で署名した囚人は16,500人を超える。 他のアメリカの州でも同様の取り組みが始まっており、ユタ州は死亡時の臓器提供に関する署名を囚人に許可した最初の州となった。宗教によって視点も様々である。イスラム教はこの問題に関して見解の対立があり、宗教の教えに反映すると信じる者が約半数いる。 イスラム教徒は必要に応じて医師の診察を受けるよう命じられており、命を救うことはイスラム教の非常に重要な要素である。仏教は祖先の体と自然の成り行きを軽視することになるため、その行為は大半が禁じられている。キリスト教は臓器提供の話題に関して最も寛大であり、それが生命の奉仕だと信じている。べての主要な宗教は、 好理主義的背景、または目的論的背景があって、少なくとも何らかの形で臓器提供を受け入れている。大半の宗教は、それが事前行為を成り立たせるもので、命を救う手段を提供しているとの根拠で臓器提供を支持している。ジーザス・クリスチャンという宗教団体は、 半数以上の信者が人造を利他的に提供したため、人造カルトとして知られるようになった。ジーザス・クリスチャンは、人造の利他的な提供があなたが他人にしてもらいたいことを他人に施しなさいの素晴らしい方法だと説いている。一部の宗教は、提供される臓器の種類や臓器を採取、移植する手段に特定の制限を設けている。例えば、 エホバの承認は、ヘブライ語聖書が輸血を禁じていると解釈しているため、臓器から血液を抜くことを要求する。また、イスラム教徒は事前に、ドナーが書面での同意を提供するよう求めてくる。臓器移植や臓器提供に賛成しない少数集団も若干あり、これには特に神道やジプシーの慣例に従うものが含まれる。ユダヤ共生党派は、 ユダヤの戒律で定義されているようにドナーが死んでいるとみなされる限り命を救うのであるのなら臓器提供を義務だと考えている。正当派でも正当派以外のユダヤ教でも不可逆的な心拍停止の場合は臓器提供が許されるというのが大多数の見解である。ラビの経営者たちは場合によって臓器提供が義務になることもあると考えているが 生体臓器の提供は禁止されているとの少数意見もある。透析を受けている患者臓器の需要は世界中のドナーの数をはるかに上回っている。臓器提供待ちリストには臓器ドナーよりも多くの潜在的レシピエントがいる。特に著しい透析技術の進歩のおかげで末期腎臓病にかかっている患者は従来よりも長期存命が可能となっている。 これら患者は以前ほどすぐに死亡することはなく、加齢及び高血圧、糖尿病の蔓延に伴う腎不全が増加しているので、特に腎臓の必要性が毎年高まっている。2014年3月時点でアメリカには約12万1600人が待機リストに掲載されているが、これら患者の約1、3は何の動きもなく臓器移植されず自前だった。 臓器の待ち時間と成功率は、需要と手術の難しさから臓器間で、かなりの差異がある。2007年時点で、臓器移植を必要とする患者の3、4が腎臓を待っており、腎臓の待ち時間は、以前より、はるかに、長期間となった。ギフトオブライフドナープログラムというウェブサイトで、述べられているように、最終的に臓器を受け取った患者の中央値は、心臓、または、 肺で4ヶ月、腎臓で18ヶ月、膵臓で18から24ヶ月の待機期間であり、これらの原因は、臓器需要が大幅に供給を上回っているためである。オーストラリアでは、人口100万人あたり10.8件の移植があり、スペインの比率の約1、3である。西オーストラリアのライオンズアイ研究所には、アイバンクがある。 このバンクは1986年に設立され移植を目的とした眼球組織の収集、処理、流通を調整している。同愛バンクは角膜移植手術を必要とする患者の待機リストも保有している。移植のために毎年約100個の角膜がこのバンクから提供されているものの角膜の待機リストはまだ残っている。経済学者からすると これは悲劇的な結果を伴う根本的な受給ギャップであり、この不足への取り組みには以下のものがある。血液型は赤血球に存在する ABO 式血液型抗原によって一部が決定される。病院では臓器ネットワークの担当者が定期的に患者記録を区分けして死亡の少し前に潜在的ドナーを特定する。多くの場合、 臓器調達担当者はそれら臓器が移植に適しているかどうかを判定して家族の同意を得られるまで潜在的ドナーの臓器生存できる状態を維持するべく区分検査や臓器保存薬を要求する。臓器ロス事案を減らすため感染や他の原因から適さない潜在的ドナーは死亡前に候補から除外しておきこの実践は移植効率を向上させている。 ドナーに適さない患者の家族は、臓器提供の討論でアプローチされることがなくなるので、その家族への間接的な利益になっている場合もある。アメリカの生命倫理シンクタンクが、臓器不足の解決と呼ばれるプロジェクトに現在取り組んでいる最中で、そこではアメリカでの臓器不足の解決をめぐる議論を、より伝えるために、イランの人造調達システムを研究している。 潜在的レシピエントへの臓器提供は、彼らに臓器の可能性を認識させる移植センターが行っている。外科医は、ドナー情報を評価して、レシピエントに対する医学的適合性の暫定評価を行うことになる。臓器によって、配分はわずかに異なるが、基本的には非常に似ている。リストが作られる際には、多くの要因が考慮され、具体的には親族会か,か。 ドナーの病院から移植センターまでの距離、血液型、医学的緊急性、待機日数、ドナーの体重、組織の種類などが含まれる。心臓移植希望者の場合、医学的緊急性はレシピエントのステータスで示される。肺では大きさ、血液型、待機期間、年齢区分の順に重視しての割り当てが決定される。肝臓は ドナー年齢や血液型を踏まえた上で、医学的緊急性については、ステータスとメルドスコアの両方を用いて配分が行われる腎臓は、血液型のほかレシピエント情報の更新度も踏まえ、場所、人白血球型抗原適合度、待機日数、年齢による合計点数で優先度を決定する。膵臓では、血液型、HLA 適合度、術式、 待機期間、搬送時間の順に重視して割り当てが決められる。腎臓や膵臓のレシピエントにドナー HLA の直接抗原マッチがない場合、ランク評価 0. 点のアブドルミスマッチ、またはゼロ抗原ミスマッチと称される。ミスマッチゼロの臓器は拒絶率が低く、レシピエントに免疫抑制剤を投与する量を減らすことができる。 ミスマッチがゼロだと移植片の生存率が非常に高いためそのレシピエントには場所や待ち時間とは関係なく優先順位が与えられるアメリカの臓器共有合同ネットワークには不一致がゼロとの理由で送られてくる臓器とのバランスを取るためのペイバックシステムがあるドナーの病院と連携する移植センターの場所は 冷素血時間の影響に基づいて優先権が与えられる。臓器がドナーから摘出されると血液が血管を介して管流しなくなり、細胞の酸素が枯渇し始める。臓器ごとに許容できる拒絶時間は異なっている。心臓と肺は4から6時間以内に、肝臓は約8から10時間、膵臓は約15時間以内に移植する必要がある。 腎臓は拒絶に対する復帰力が最もあり、氷に包まれた腎臓は摘出後24から36時間でも移植が成功し得る。腎臓保存法の発展は拒絶による臓器移植後の臓器機能障害を防ぐため腎臓の血管に低温保存溶液を送り込む装置を生み出した。腎臓ポンプと呼ばれることも多いこの寒流装置は、 腎臓的出後36から48時間まで移植片の生存を延長することが可能である。近年では心臓用や肺用にも同じ装置が開発され、そのおかげで調達チームが臓器を取り入れる距離が伸びている。自殺を決断した人は臓器を提供する割合が平均よりも高い。家族や親族による否定的反応、または 拒否率が低いことが理由の一つであるが、これについての説明はまだ明らかにされていない。さらに、提供への親族同意は自殺決断者を対象とした平均よりも高い。自殺未遂は主に若年男性の一般的な脳死原因である。このグループは他の死因と比較して、臓器提供がさらに一般的となる。 脳死は結果として合法的な死につながっていくが、それでも心臓の拍動はあり、人工呼吸器によって他の全ての重要な臓器は完全に機能を保ち、臓器移植に最適な機会を提供している。日本では1968年に実施された心臓移植が大きな論争となった。18歳の高校生であったレシピエントが 術後83日経過後に死去すると、脳死判定やドナーとレシピエントの妥当性、他様々な疑義が持ち上がり、和田教授に対しては、殺人罪の刑事告発までなされた。刑事事件に発展したことから、日本の医師たちは、法的整備がなされるまで消極姿勢を取らざるを得ず、次に、国内で脳死での心臓移植が行われたのは、 臓器の移植に関する法律が整備された後の1992年、和田の心臓移植から約30年経過してからのこととなった。2008年、カリフォルニア州の移植外科医フータン・ルーズロックは、移植用の臓器を手に入れる目的で、副腎白質ジストロフィーと不可逆的な脳座症を、患う男性の死亡を早めるべく、モルヒネと鎮静剤の過剰投与を処方したとして、 高齢者虐待で告発された。ルーズロックの争った裁判は、アメリカにおける移植外科医に対する最初の刑事事件で、結果的に彼の無罪となった。さらに、ルーズロック博士は、この裁判から発生した名誉毀損を訴えて、勝訴した。カリフォルニア州の神経会、ナルジェ・パズーキー医師は、適切な検査の実施前に、患者の脳死を宣告する。 用臓器調達団体の代表者が自分に要請してきたと発言した。1999年9月、イベは最高入札額570万ドルに達した正常を機能する人間の人造一つのオークションを停止削除した。アメリカ連邦法の下では人間の臓器販売に対して最高で懲役5年及び罰金5万ドルが処され、イベには 人間の臓器販売オークションを却下する義務があった。2008年6月27日、インドネシア人のスライマン玉肉は、タングス百貨店の取締役、タン・ウィー・ソンに人造を1億5000万ルピアで売却したとして、シンガポールの裁判所で有罪を受け入れた。情報に基づいた選択をすることができずに、発生し得る医学的リスクに苦しめられる。 貧困で社会的弱者のドナーからの搾取を防ぐため、シンガポールほか多くの国では、臓器売買が禁止されている。もう一人の被告人トニーは、自分はこの患者の養子だと主張して3月に、インドネシア人患者に腎臓を提供し、1億8600万ルピアの支払いがなされた。臓器提供を目的とする促進活動は、 臓器提供の必要性を強調することと、強要しすぎないことの間にある良識的な線を歩む必要がある。促進への取り組みが強すぎる場合、メッセージの受けては、その要求に対して防御的な反応をとる。心理的リアクタンス理論によると、人間は自分たちの自由が侵害されていると感じると、自由を回復するために、それに反抗してしまう。 アシュリー・アンカーによると、トランスポーテーション理論の使用が促進を試みる際に対象者の反応にプラスの効果をもたらす。公共広告がレシピエントに焦点を当てたメッセージを使うと、その受け手はより感化されていた。ドナーになりそうな人はレシピエントへの共感を経験するため、レシピエントに焦点を当てたメッセージを視聴した個人がより感化されることとなった。 将来の公共広告は、レシピエントに焦点を当てた物語を使って、潜在的ドナーと、レシピエントとの関係形成を育む話にすべきだと考えられている。臓器提供に関する意識、関心は、臓器提供への、より大きな社会的支援につながり、やがてより多くの登録につながる。学生の臓器提供への意識を啓蒙し、 臓器提供への社会的支援を増やすことから始めることにより臓器ドナーとして市民が登録する可能性はより高まるとされている。アメリカ保健省はウィスコンシン大学病院による研究に資金提供しソーシャルメディアを通して大学研究員とその家族及び友人を追跡することで意識向上と登録ドナーの数を増やす取り組みを強化した。 この研究の成果は、ソーシャルメディアを介した支援と意識を生み出すことで、臓器提供の20%増加が示された。ありがとうございます。